こちらはアーノルド。彼はオンラインショップでガラクタを注文するのが大好きだ。なんでこんなものが必要なんだい？マインクラフトのリアルバージョンを作りたい。朝飯前だ。マインクラフトはテトリスの次に世界で売れたゲームだって知ってるかい？最初のバージョンはたった6日で作られたんだ。それでマインクラフトとリアルの生活のどっちがいい？人生があまりにも困難に思えるときにイージーモードを選択することができればそれは間違いなくクールだ。ここでは怖いものも上も何もないからね。でもそれは本当に面白くない。サバイバルモードにしよう。現実の生活のように行動しなければならない。食べ物を見つけて、家を建てて、自分を守ってレベルアップするんだ。もちろんゲームではもっと簡単だ。ツルハシ一本で空中に浮かぶ木を切り倒すことができる。それに数秒間岩を割るだけで石を手に入れることができる。ここでの一日はたったの20分だ。それからその哀れなピクシブの顔でさえ誰かの注意を引くことができる。好きなだけファーストフードを食べても太らない。それがいいところだ。一年中いつでも快適に過ごせるし、服も買わなくていい。それに家の中でゴミ箱の代わりにサボテンを使うことだってできる。どんなものだって消せるんだ。飽きたら羊の名前を変えればカラフルにキラキラする。そしてそう、ここでは道で羊に会うだけでいいんだ。これはマインクラフトだ。もう帰る時間か。そうだ、忘れてた。家が盗まれたり壊されたりするのは簡単なんだ。ゲームオーバーか。現実に戻ってこいよアーノルド。かわいい相棒。ほら、誰もお前の家を壊したりしない。だけど君が遊んでる間に泥棒に入られたんだ。さようならアーノルド。夏に公園を散歩する以上に楽しいことってないね。運命は選べない。運命が選ぶんだ。気をつけろアーノルド。おや、誰かが放射性廃棄物をこぼしたようだ。アーノルド、君も今やスーパーヒーローだ。マーベルに登場するウルヴァリンの最初の名前はバッジマンだったんだ。君の場合はビーバースカンクキツツキマンだ。いいね。3つの力を手に入れたのは史上初だ。でも超人的な力を手に入れたのは君だけではない。例えば日本の剣術師範の舞地勲は時速320キロで飛んでくる弾丸を切ることができる。セルビアのスラビシャ・パイキッチは文字通り2万ボルトを操ることができ、体に電気を通すことで料理をすることができるんだ。オランダのビムホフは0度の中で何時間でも耐えることができ、下着だけでエベレストに登ったんだ。君はどうなんだいアーノルド。おお、おめでとう。君は頭で釘を打つことができ、ダムを作り体の表面で強いノミを育てることができる。冗談ではなく、君が自分の力をくだらないと思うなら DC コミックのドッグウェルダーを読むといい。犬の溶接が彼の敵だ。 X-Men のジャイデシュは飲み明かした後でファンを操る力を発見した。バットマンの収益が980億ドルだって知ってたかい？スーパーヒーローであることは非常に儲かるビジネスになるんだ。そしてスーパーマンの最初のコミックブックはオークションで350万ドルで販売された。それから Google のリクエスト数から判断するとスーパーマンはアメリカの大統領よりも人気がある。アーノルド、これは非常にクールであることは間違いないんだが、どうやって食べていくんだ？ほら、世界が危険にさらされている。君がいなければ崩壊してしまう。わかった、私が君に警告しなかったとは言わないでくれよ。おや、それデータアプリじゃないか。その鍛え上げた体だと髪型ぴったりだね。マッチしたよ。でも18時間45分かけてデートに行くつもりかい？多分世界一長いフライトだな。
おいおい、いいのかい？元の世界に戻るためには3つのタスクをクリアする必要があるらしい。頑張れよ。君のアドバンテージってなんだろう。頭が弱くて腕も細くてジャンクフード好きか。ここでは役に立たないものばっかりだな。とりあえずスキンを選ぼうか。デートするならプレゼントぐらい用意しよう。え、その世界一大きな花？うお、中はひどい匂いだ。その匂いで相手が空を飛ぶんじゃないか。次は虫だ。マラリア、炭疽菌、下痢を移されちゃうよ。大丈夫かい？え、移されちゃったの？幸い公衆トイレが用意されてるね。でも使用中だから外でしよう。彼は臭いものが大好きだ。逃げないと食べられるぞ。もうそこしか逃げ道はないよ。そのツルを掴むんだ。象が握ったって切れないからね。ああ、蛇の胃液で君の体が骨まですっかり溶けるには1時間半ほどかかる。ナイフでお腹を裂くんだ。君の命とデートのためだ。蛇には死んでもらおう。でかいのも捕まえたぜ。中に何かありそうだ。何があったら俺にいな。じゃあな。これからデートだけど、スライムと粘液でベトベトだね。今回はめでたしめでたしだな。ジュマンジ、君もやっと彼女ができたな。やっぱりダメか。アーノルドさん、こんにちは。コスプレの世界にはスターがいるんだ。彼女はエナコ。インスタグラムのフォロワーはなんと150万人だ。彼女の時給は$32。1年でなんと27万8千ドルだ。おや、消えてしまった。あっちだ。ほら、急いで追いかけろ。さあ出てきた。これが少年漫画で出てくる典型的なボスってやつだ。幼い頃から厳しい修行を受けて、死神、ヴァンパイア、海賊、ガールズ&パンツァーと戦う。でも友人がみんな彼を裏切って、孤独のあまり闇に落ちるってやつだ。アーノルド、君が今いるのは一番人気がある少年漫画の世界だ。少年漫画の主人公は底辺からスタートしてトップに上り詰めて、最後はボスを倒す物語だ。しっかり修行を積んで、最終的にはあのボスを倒すのが君の使命だ。いや、いまいちだって。じゃあ学園ものはどうだい？10代の甘酸っぱい経験がまたできるよ。そうそう、アニメの世界ではね、女の子はみんな完璧なんだ。まあ男の夢を実現しちゃったって感じかな。そういう女の子のことを俺の嫁って言うんだ。まあ二次元の奥さんだよね。アーノルド、ここは君にぴったりじゃないか。いわゆるユートピアだ。エヴァンゲリオンだったりガンダムだったり怪獣が出てくるんだ。アニメを作るときはまず漫画を描くんだ。漫画はアメリカのコミックとほぼ同じだけど、読み方は逆なんだ。日本の漫画の量はトイレットペーパーの量より多いんだよ。昔は見向きもされなかったけど、今じゃ大人気の業界だ。この二人は君の義理の妹さ。おいおい、エロゲーじゃないんだから、これで終わりだよ。さあ、こっちが本題さ。頑張って。心のコスモを燃やして全集中の呼吸だ。頑張れ。ほら、しっかりガードしろって。気合だよ気合。ほら、相手が弱ったぞ。彼が使えるのは孤独の闇だけ。君が使えるのは温かい友情だ。その友情を力に変えるんだ。さあ、君の力を見せてやるんだ。
今回は名探偵と一緒にアマンガスをプレイしてもらう。現在のプレイヤーはなんと5億人。これまでのゲームの歴史を大きく塗り替え続けている。プレイヤーの 97% はスマホの無料バージョンを使っているんだけど、収益のほとんどは数少ないパソコンのユーザーが叩き出しているゲームだ。もちろん君は無料版だよ。無料でも十分だからね。私は茶色だ。この色は他の色に比べてキックされる確率が 65% 低く、 90% 以上のプレイヤーは黒に投票することが分かっているんだ。そう、君の色だね。さあスタートだ。このゲームのコツは素早く行動することだよ。いつ殺されるか分からないからね。早速犠牲者だ。さあ名探偵たちに推理してもらおう。インポスターは誰でしょうか。おやおや、みんな君がインポスターだってさ。このままだと宇宙に放り出されちゃうぞ。こうなったらもうタスクを全てクリアするしか他に手段はない。おいおい、部屋間違えてるよ。二人の邪魔をしちゃダメだ。これは電気室の火災を消火する緊急タスクだ。どうやらクルーが信じてくれたみたいだ。ほら、消火器があったから助けてあげなよ。おいおい、燃やしてどうするんだよ。データによれば一番危険な場所は管理室と電気室だ。ねえ、インポスターならエンジンを壊せば勝ちだよ。壊れない？じゃあ君はインポスターじゃないんだね。おっと、アーノルド、すごく楽しかったよ。でもお別れの時が来たようだ。もちろん君がインポスターじゃないってことは分かってる。インポスターはもっと近くにいたんだよ。そう、インポスターの私だよ。いいかい、このゲームは誰も信用できないんだ。やあアーノルド、君はこのチャンネルでたくさんテレポートをしてきたけど、テレポートの仕組みについて疑問に思ったことはあるかい？時間を旅する方法はいくつかある。ワームホールから始めよう。ずっと行きたかった場所はあるかい？オーストラリア？問題ない。さあ入って。ワームホールは時空の連続体を通るトンネルで、理論的にはわずか数秒で宇宙の好きな場所に移動できる。でも時間は相対的だ。そして君にとってはわずか数秒かもしれないが、地球上では数十年が経過する可能性がある。おめでとうアーノルド、君は今2050年のオーストラリアにいる。少し気分が悪いだろうね。もし同時に移動する場合はどうなるだろう。この問題については量子テレポーテーションが役に立つ。君の体は100兆個の細胞で構成されており、その細胞はそれぞれ100兆個の原子で構成されている。各原子には小さなピンポイントの粒子、つまり量子が含まれていて、長距離をテレポートするのに役に立つ。量子テレポーターの制作を手伝ってくれる人がいれば最高だ。さてここに誰がいるのかを見てごらん。リックとモーティーだ。アーノルド、設計図をもらうんだ。彼らの助けを借りれば君は宇宙のどこにでも、そして別の宇宙にさえも一瞬で移動する装置を作ることができる。さてテレポーターの準備ができたら箱に入って中に他に誰もいないことを確認するんだ。さようならアーノルド。量子テレポーテーションでは元の体が消滅し、宛先の地点で複製が作成される。君の場合失うものはあまりないだろう。うわ、君に言ったよね。テレポートの間ブースの中に一人でいなければいけないって。実験室のものに触るな、なんてことをしてくれたんだ。サソリの DNA と混ざった君の DNA が衛星システムを通じて送信され、地球の全ての人を人間とサソリのハイブリッドに変えてしまったんだ。君は次元 C137 を破壊した。君は大バカ者だ。リックとモーティーはミュータントが存在しない元の宇宙に戻ったはずだが、君は 2,3 回はできたはずだ。この宇宙でアーノルドがどうなるのかを見たくはないだろう。オーストラリアに戻った方がいい。幸いなことにアーノルドの量子データを保存していたので何の役にも立たない体を回復させることができた。アーノルド、ワームホールが閉じる前に2018年の自宅の方向に張っていく必要がある。それから君の体の設計図を忘れないように。どうして2050年に人類がテレポートを作ったのか。やあアーノルド、映画フォーンブースは見たことがあるかい？その主人公になってみよう。僕にピストルをつけられて電話を切ったら僕は君を撃つ。こんな風にノンストップで通話を続けて、その惨めな生活を続ければいいだけ。
ところで君はいつも何をしているんだ？映画を見たり、仕事に行ったり、仕事はあるのか？アーノルド、君は僕のパシリ。道路では注意をした方がいいぞ。交通事故の4分の1は携帯電話の使用によるものなんだ。具体的には世界中で年間160万件。これは飲酒運転の6倍の数だ。聞いてるかい、アーノルド。通話を途切れさせるなと言っただろう。ちゃんと聞いてないと。電話が熱くなっているのがわかるかい？リチウムバッテリーの使いすぎによるものだ。リチウムは周辺の環境に影響を受けやすいアルカリ金属だ。安い偽造品を取り扱うブラックマーケットで充電器を買ったな。これはバッテリーの劣化につながって、その結果爆発することがある。心配するな、アーノルド。新しい電話をあげよう。どうやら疲れたようだな。かわいそうだけど寝ることは許されない。不眠の最初の2日間はかすかな震え、動きづらさを感じるだろう。3日目には脂肪の燃焼が進み、栄養が大いに必要になる。4日から5日目には幻覚と幻聴が出始める。君の言葉は理解不能になり、1日に発する言葉の数は 80% も減少する。1週間もしないうちに君はゾンビのように弱々しく、ヨボヨボで簡単な作業もできなくなる。腫瘍、これについては触れておいた方がいいでしょう。アーノルドはずっと電磁放射線に触れている影響で、腫瘍ができてしまう危険性にさらされているのでしょうか。残念ながら電話の放射線によって腫瘍ができることは科学的に証明されていません。携帯電話の電磁波は非電離性のため、脳細胞の DNA にダメージを与えることはないのです。でも携帯電話に例えば1000倍のパワーがあったとしたらどうでしょう。そんな携帯電話があったら電子レンジと同じような影響があるでしょう。アーノルド、別の映画を見ることをお勧めするよ。配信を始めるをクリックするだけです。始まりました。みんなに挨拶して。あれ、どこへ行くの？ああ、なるほど。待って、ライブ配信はオフにしてあったよね。もうおしまいだ。ちょっと待って、視聴者の反応がいいみたいだよ。見てごらん、アーノルド、何百万人の人たちが見たかったコンテンツを見つけたよ。登録者数でエミネム、ビューティーパイ、T シリーズを抜いたよ。信じられないね。君の声は世界中に届くんだ。つまり大金持ちになったんだよ。世界のトップブランドから広告の申し込みが波のように押し寄せてくる。映画界のトップスターからもコラボレーションの申し出が押し寄せてるよ。セレブリティはどうでもいいけど、インスタグラムでロリータが君をフォローしたんだよ。しかも数時間前にはもう君のソロアルバムが iTunes で配信されたんだ。エド・シーランやビリー・アイリッシュよりも再生されてるよ。アーノルド、これは多分君の人生で一番大切な瞬間になるだろう。クリスマスイブのニューイヤーソングを依頼されたよ。お尻の穴ももう限界みたいだね。ほら、 T シリーズの俳優たちだよ。ボリウッドダンスはすごいね。どうなってるの？アーノルドは大スターだよ。彼のチャンネル見た？こんなことが起こるなんて、全部 T シリーズのせいだね。アーノルド、残念だったね。人生は不公平なんだよ。本当に君のことを必要としている人なんて世界にはほんの少しの人しかいない。もしかしたら誰もいないかもしれない。そうは言っても1億人の登録者が1日でいなくなるっていうのは、私から見ても本当に残酷だ。サッカーが好きなんて初めて知ったよ。驚かせてくれるよね。楽しい時間は短いね。こらこら、君はテレビの画面の一部が見えなくなる方がいいのかい？とんでもなくイカれてるね。まあ、それが君ということか。ここでワープ。すごく大切なサッカーの試合が君の足にかかっている。君はロナウドだ。そっちじゃない。これはブラジルの選手のロナウドだ。君はゴールデンボール5回受賞のポルトガルのプレイヤー、クリスチアーノ・ロナウドだ。さあ、決めるんだ。まあ、その体じゃそんなもんだろうね。
ファンたちがとても怒ってるから早く逃げた方がいいよ。君にはとても大きな家があるからそこに逃げ込むんだ。あのウド、ここはお手伝いさんの家だ。君の豪邸はもっと先だよ。にゃん。その豪邸にはお手伝いさんだけじゃない。ジム、スイミングプール、ビリヤードルーム、スパ、それから週刊誌に絶対見つからない秘密の入り口が2つもあるんだ。アーノウド、どこにいるんだ。やっぱりここか。ロナウドの体脂肪率はわずか 7% しかないこと想像できるかい。彼は35歳だけど、生理学的な測定によれば彼の肉体は23歳だと言われているんだ。クリスチアーノの1日の消費カロリーは約3000カロリー。これを6回に小さな分量で取るんだ。君も同じことをやってるけど全く動いてないよね。本当に全てがそんなに簡単だと思ったのかい。クリスチアーノは地球上で最も人気のあるインスタグラマーで、2億5000万人のフォロワーがいるんだ。これはヨーロッパの人口の 34%、 アメリカの人口の 76% に相当するんだ。現実の世界では会えないからインターネットで会おうとするんだ。どうやら場所を知られてしまったようだ。この家から逃げる時が来たよ、おバカさん。そう、ここが君のガレージだ。マクラーレン・セナ、ロールス・ロイス、ファントム、ブガッティ・シロン、ビロン、そして700万ドルのフェラーリ599。よだれで滑るなよ。600万ドルの豪華な27メートルヨットに乗って後悔しようか。どうやら危険な目から逃げることができたようだね。アーノルド、見ろ。あまりいい状況ではないようだ。地球から月までの距離はおよそ384,467km。月は毎年 3.5cm ずつ離れていってるんだ。これまでの人類の歴史で月面を歩いたのはわずか12人だ。そして君が13番目だ。まあいい番号じゃないよね。でもさ、想像してごらん。君以外誰もいないんだ。まあ夏のマイアミビーチじゃないけどね。気温はマイナス173度。しかもどこへ行っても地球上の200倍の放射能がある。だからそれはダメだよね。それじゃあお客さんになったつもりでホテルでゆっくりしよう。オープンは2025年だってさ。それなら月の裏側へ行こう。ほら、宇宙飛行士たちが残した乗り物がたくさん残ってるよ。さあ、ルナローバーに乗るんだ。エンジンスタート。信じられないかもしれないけど月には海があるんだ。まあ固まった溶岩なんだけどね。それはアクセルだ、ブレーキ。やれやれ、中国製のルナローバーにぶつかってしまったよ。ああ、宇宙服に穴が開いてる。これはまずい。ヒューストン、問題が発生した。大丈夫だよ、救助が向かっているからね。まああと3日はかかりそうだ。できるだけ酸素を節約するんだ。頑張れよ、アーノルド。すごいぞ、君は無事に救助されたんだ。まあ指は仕方がないよね。アーノルド、君は今やヒーローだ。アーノルド、この子豚はアーノルドよりは少し賢い。脳にニューラリンクチップが搭載されているからではなく、バスで来たから。マフィアの駐車場に1時間50ドルで車を置いた間抜けとは違う。この会議ではイーロン・マスクがマイクロチップを可愛い猿たちの脳に実際に埋め込む。近い将来、人間の脳にも埋め込まれる。アーノルド、鍵を使ってからかうのはやめなさい。だから言っただろう、バチが当たったんだ。どうしてイーロンがこんな間抜けを招待したのか理解できないな。科学的に言えばニューラリンクはとてもシンプルな装置だ。脳内のニューロンからコンピューターに電気信号を送るための電極に過ぎない。一方、技術的には驚くほど複雑だ。脳が非常に絡み合ったワイヤーの玉になっていて、それを故障させずに慎重に接続しなくてはいけない場合を想像してみるといい。アーノルド、急げ。駐車料金は払わないと劣化車が来てしまうぞ。
チンパンジーからすぐに鍵を取り返すんだ。このままだと駐車料金のせいで月末までカップラーメンを食べて生活することになる。モンキースーツを着ればなんとかなるかも。私を信じるんだ。お尻の穴の匂いがするけど、たった5分の辛抱だ。さあやってみろ、必ずできる。おいおい、アーノルドをどこに連れていくんだ。彼を実験することができるのは私だけだ。イーロン、アーノルドに優しくしてくれ。だが私は一体誰と話しているんだ。私はこの間抜けな頭の中の声に過ぎない。アーノルドの脳は霊長類の脳とほぼ同じサイズだから、このチップはぴったりだ。ニューラリンクと Wi-Fi のおかげで、アーノルドは思考の力でデバイスの持ち主とコミュニケーションができるようになった。インターネットの速度が大幅に向上していることも後押ししている。アーノルド、集中するんだ。君ならできる。インターネットから猿の手話をダウンロードするんだ。間違いなく成功すると思ったけど、丸1日かかるとは思わなかったよ。ニューラリンクを使っても救いようのないアホだと思っていたけど、どうやらスイッチをオンにしてなかったみたいだ。全く救いようがないな。ガートルードが運転するバスに乗るんだ。君の車はもう売られてしまったよ。代金の600ドルは奴らのものだ、はい、おや、海に遊びに来てないね。なんでこんなことをしたんだい。あの子と話すためのきっかけ作りか。おや、すごいじゃないか。遊びにおいでだってさ。でも君、飛行機に乗るお金なんて持ってるの？大丈夫だ。スーパーウルトラエコノミークラスで君を送ってあげよう。タブレットとか枕なんていらないよ。食料と水とオマールを用意しておくんだ。心配いらないよ。実際にやった人はいたからね。レジナルド・スピアーズさんは1円も使わずにたった3日で世界中を旅行したんだよ。現代の倉庫は独自の決まりがある街のようだね。荷物が途中でなくなることもほとんどないんだ。コンベヤーについているロボットが特別なバーコードを読み取るから、人間のミスのリスクがとても減ったんだ。2019年の中国でたった1日で3億4500万個の荷物を配達した記録が生まれたんだよ。最悪なのは港の税関から動けなくなることだね。こうなると中に入っている人はとても大変だ。窮屈な箱の中で炎天下の中にいるのはとても耐え難いだろう。頑張れアーノルド、あと少しの辛抱だ。正確には23日と17時間と45分だ。オーストラリアにようこそ。荷物で送っていいことは最終目的地まで運んでくれることかな。ほら、彼女が来た。セクシーな人だね。アーノルド、出ておいで。おやおや、いい思い出にはなったんじゃないか。寝ている彼をこうやって起こすのが私の楽しみだ。おはようございます。大事な話がある。君の命はあと24時間だ。こんな時どうするのかググってごらん。ブラウザの履歴は消しておこうね。人生最後の日をどう過ごすかという大変な問題の答えのトップは3つだ。まず愛する人と過ごす。そうだね、君には当てはまらない。次はジャンクフードを食べまくるだ。君は毎日食べてたよね。最後の3つ目は愛する人と海で過ごす。お、これはいいんじゃないか。理想の生活だと思っていたことを実現するんだ。おいおい、ガス欠だ。お金もないね。いいぞ、最後の日なんだから思いっきり行こう。限度額いっぱいだ。この世で一番お金持ちになったような気分になっただろう。アマゾン創業者のジェフ・ベゾスを無視して、世界で最初に新しいテスラモデル S を買うことだってできるんだ。お金はあるんだし、飛行機を借りて世界中の好きな場所に行ってみよう。さあ、どこ行くんだ。いいぞ、
彼女をボーイフレンドから奪って2人だけで遠くへ行くんだね。すごいぞアーノルド。この時間が永遠に続けばいいのにな。実は可能だ。太陽を追い越せばずっとその日が終わらなくなるからね。そのためには赤道を時速 1667km で飛ぶ必要があるんだ。そうすればずっと一日が終わらないんだよ。ごめんな。それでも君の時間は止めることができないんだ。残された君の時間はあとわずかだよ。勇気を出して。あれ、生きてるじゃないか。ああ、なるほど。借金を全部返すまで死ぬことは許されないってわけだ。